その選手たちと一緒にやってみたいっていう、まあ、思いだけで、まあ、海外に行くことを決断して移籍したんですけど、まあ、その当時は、まあ、考え方がイケイケだったっていうか、もう俺が絶対行ったるぞじゃないけど、絶対俺が向こうで活躍して日本代表入ってチャンピオンズリーグ出てっていう思いで、まあ、ヨーロッパに行ったわけですよ。で、まあ、それが、まあ、まあある程度のところまでは達成できたけど、そうじゃない部分もたくさんあって、通用しなかった部分だったりとか、やれなかった部分っていうのも、まあ、たくさん課題として残ってたんです。でその後日本に帰ってきて、なんて言うんだろうな、もう30ぐらいで戻ってきたんですけど、その、まあ、そこからもう一回日本代表に目指そうとか、もう一回さ日本で活躍してヨーロッパに目指そうっていうよりかは、そのチームのために貢献していくっていうような考え方に少しやっぱ変わったんですよ、日本に来た時に。で、まあ、最後の、まあ、1年2年に関してはだからやっぱ若干目標がなかったっていうか、その上を目指してやろうっていうのはやっぱ年齢とともに目標が変わってきて、まあ、その神戸を J リーグで優勝させたいとか、アジアで通用するチームにしたいみたいな、その自分っていうよりはチームに対してのっていうようなベクトルにちょっと変わっていく自分があったんで、なんかその自分の選手として一選手として見た時に、なんか維持を求めてるなっていうのをちょっと感じたんですよ、自分の中で。今まで俺がっていう風にやってきた自分がいて、それがちょっとなんか守りに入ってるじゃないけど、守ってんなっていうのをちょっと感じた時に、まあちょっと次のステージにでチャレンジして、何かその突き破れるようなものをやっぱ求めたいっていうのがやっぱ強く思ってたんで、そこがなんかやっぱ境目かな。まあ、一番大きかったのはドイツにいた時に、まあ、子供の今の長男が生まれて、まあ、脳科学の先生と出会ったこと、まあ、それが一番大きいターニングポイントで、まあ、あとはそのドイツの、 その幼稚園保育園のところに子供を入れた時の、まあ、教育の違いというか環境の違い、なんかそれを感じた時に、まあ、日本でこういうサービスがあったらいいなとか、脳科学を使った何かができないかなっていうところが今うちの会社を作った、まあ、きっかけになるんですけど、そことの出会いですね。まあ、何点かある中で、まあ、ドイツの学校ってそのクラスが、まあ、縦割りになってるんですね。で小さい子も大きい子も同じクラスで、集団生活するみたいなのがまず基本的な、まあ、うちの長男を生かしたところの仕組み で、まあ、そのちっちゃい子は、まあ、言うたらお兄ちゃんが見なきゃいけないんですよ。だからその疑似家族みたいな形になってるんですね。で子供たちもその選択授業というか、やりたいことを、基本的には選択して授業をやってよくて、自分でその授業もちゃんと組み立てなきゃいけないんですけど、まあ、もちろんそのちっちゃい子ってそれができないから、お兄ちゃんとかが手伝って一緒にやってあげたりとか、でそういうことをまあやってるんです。で日本のその、まあ、保育園にしても幼稚園にしても、まあ、基本的には、まあ、保育園の小規模のところはちょっと違いますけど、大きい例えば認可保育園とかだったら基本的にはその年齢別にクラスが分かれてて、まあ、小学校とかだったらもっと分かりやすいか、その 1+1 はっていうところからもうそのみんなに対して教えていくっていうのが今の教育のスタンダード、日本のスタンダードじゃないですか。でもそれぞれそのなんて言うんだろう、個人の能力とそれぞれ違ってて、まあ、今塾とかがあったりとか、できる子はどんどん先に、で学校の勉強って多分ちょっと退屈だなって思うこともあったりすると思うんですよね。すごい賢い子だった、でも逆についていけない子もいるわけで、でもその今の日本の教育のシステムだと、どっかのタイミングでつまずいちゃうとその先もう全部わかんなくなっちゃうんですよね。それが今結構その1人の先生で30人を教えるとか40人を教えるっていうところのやっぱ結構限界のところに来て